シスタークレアのラジオクレアラモードみなさんこんばんはこのラジオのパーソナリティシスタークレアですまず本日がお誕生日の皆さんおめでとうございます <laughs> どうしてこうなっちゃったかな、えー、今日は三十九回目ということで 9回ですそして今日は11月22日ということでいい夫婦の日なんだそうですまあ私たちは夫婦ではないですけどでもファンとライバーは私はね夫婦みたいな関係もいいなって思うんです夫婦はね 二人で助け合うからお互いに、お互いを必要として助け合っている夫婦って、すごく素敵じゃないですか <laughs> 今日はね、サンキューの気持ちを伝えていけるように今夜も夜空にハラモードこの番組は、たぬさんの協力でお送りいたします ね、ひとくひとくされた善を歌う肉かいてする生まれながらにしてそれは悪でないというならキンシ,シスター・クレアのラジオ「クレアラモード」 改めまして、こんばんは、シスタークレアです。今日は39回目ということで、サンキューの気持ちという話をしたんですけれども、えー、22日の21時からは、クラスターさんでのイベント、まぁ、あ、ね、ちょっと時空が歪んでるのでね、あの、あれなんですけれども、<laughs> 皆さんは、楽しんでいただけましたでしょうか まあね、参加してないよっていう方もいらっしゃると思うので、まああれなんですけど、私はね、あの、初めて、ファンサーという曲を、ファンサーか、ファンサー、<laughs> ファンサーという曲をね、歌わせていただきました。この曲の歌詞、すごく共感する部分もあったり、やっぱり皆さんに、 こう、伝えたいことっていうのがたくさん詰まってる曲だったので一度歌いたいなっていう気持ちがあってずーっとずーっとこう温めてたんですけどまあ、こういった機会なので歌わせていただきましたでねあとは僕のクノートを歌って3曲目はどこでも歌っていない「あのストロベリースマイル」といういい先生が10月の4日の私の誕生日に作ってくださった イメージソングなんですけれどもこちらを生で披露させていただきました、ね、お話もきっとたくさんできてい,いてほしい <laughs> どうだろうなでも本当に毎回毎回思うのはあのスタッフの皆さんがいろんな工夫をしてくださって。 そそれこそあの会場の 3D のそのセットを作ってくださる方がいて私の身の回りにいろんなことをしてくださるスタッフの方がいてであの私のことをいつも管理してくださっているマネージャーさんそれから一からのね会社の皆さんがいるわけで本当にいろんな方にこう。 支えてもらってできているなっていうのはすごく思うのでこうしたイベント小さい大きい関わらず本当に嬉しいなっていうふうに思っています本当に本当にいつもありがとうございますこういう気持ちをね常に持ってあの周りに伝えていけるようになりたいなって思います じゃあね、今日もお便りいただいておりますので、読んでいきたいと思います、えー。ニューモさんからいただきました。ありがとうございます。クレアさん、はじめまして。こんばんは。ラジオにお便りを送るのは初の試みですが失礼します。先日、ツイキャスにて行われたクレアさんのオート配信も拝聴しましたが、奥花子さんの声でぼろ泣きしてしまいました。届かない声ってとても切なくて、 歌詞が自分分に重なる部分もあり大号泣その後もクレアさんの歌声に涙が止まりませんでした話は変わりますが実は私はうつ病で入院していた時期もあったのですがクレアさんの配信を見始めてからかなり元気になり運動かっこといってもリングフィットアドベンチャーですがもだいぶできるようになりましたクレアさんがいなかったらこんな元気になってなかったと思うし あなたに出会えて良かったと心から思います。私の大好きなクレアさんをこれからもずっと応援させてください。最後になりますが、これからますます寒くなるので、お体に気をつけて過ごしてくださいね。長文になりましたが、失礼いたしました。しんさん、たぬさんのニューもよりとのことです。どうもありがとうございますね。本当に本当に嬉しいなって思いますね。 曲を聴いてくださって曲自体がねすごくいい曲っていうのもあるし気持ちが結構重なる曲ですよねえ、ね、でもそういった入院してきたしていた時期とかもあっていろんなことを乗り越えてこられたんだと思います本当に本当に楽しいことばかりではなかったかもしれませんがこれからね 一緒に運動とかもしたりして楽しい時間が悲しい時間よりも増えたらいいななんて <laughs> 思います一緒に楽しい時間を作っていけるように私も頑張るのでこれからも一緒にいてくれたら嬉しいななんて思います本当にあなたがいなかったらいない私なので本当にありがとうございます ね、お手紙もね書くのもあの時間もかかったりしますから本当に本当にありがとうございますじゃあね次ですミントさんからいただきましたはじめまして最近はシスターのラジオを聞いて癒されてから寝るのが日課になりましたいつも癒しを届けてくれてありがとうございます質問ですがシスターって今年はどういうクリスマスの過ごし方をする予定でしょうか 今年もクリスマス配信があるのかなと楽しみにして待っています。風邪をひかぬよう体に気をつけてお過ごしください。今日もありがとうございます。とのことです。どうもありがとうございます。日課にしてくれてるんですね。すごく嬉しい。でも結構そういう声を見かけたりするので、あ、くれあらみ終わったから寝ようみたいな。すごく嬉しいですね。ありがとうございます。じゃあ本題というかですけれども、 クリス,マスまあ実はあのクリスマス当日とイブはですね教会の方でクリスマス会があっていつ片付けが終わったりするかっていうのがわからないので去年も教会に戻ってきてから多分。 あ、教会に戻ってきてからじゃない教会から戻ってきてから少しお話をした気がするんですけれどもどうだったかなでも今年はもっと皆さんと過ごす時間を増やせたらいいなと思っているのでなんかクリスマスの企画とかしたいなって思ってるんですけど なんかね、あの、プレゼントとかをね、もう本当に皆さん、あの、たくさんくださって、あのー、もう本当にね、お気持ちだけでもう十分という感じがあるので、なんか、あのー、クリスマスの思い出写真とか、クリスマスの、なんか、あのー、 ケーキを頬張っている幸せそうな写真とかなんかそういうの,あの募集してなんかみんなで一緒に見るっていう <laughs> 面白くないかななんか「クリスマスにこんなことやってほしいよ」とかっていうのがあればねあのラジオの「たより」でもいいですしあのー、こうツイッターとかでもいいですし教えてくれたら嬉しいです。 じゃあね、ハッシュタグはね理想のククアラクリスマス、マどうですか <laughs> ちょっとあの今日でなくてもいいんですけれども是非つぶやいてくれたらそこから何か着想を得て面白いことや楽しいことができたらいいなと思うんですけれども。 ね、でも本当にあの毎日毎日こう聞いてくださってそれからお手紙とかも書いてくださってねそれからクリスマスプレゼントなんて言ったら本当にね大変になりますから皆さん無理はせずにあのお手紙とかは一番ね嬉しかったりしますからあの本当に無理はせずによろしくお願いしますということで 以上、普通のお便りのコーナーでした毎日エクレアこのコーナーでは皆さんからメールでいただいた元気の出る一言をお届けします 今日はけんぽこさんから頂きましたあなたのことを思うと心がポカポカしてくるんですいつもありがとう以上「毎日エクレア」のコーナーでした。 シスターの言う通りこのコーナーでは意味のない言葉をさも意味ありげに私が読みますもし「なるほど」と思えば「シスター」の言う通り理解ができなかったら「シスターどういうこと?」とコメントしてください今日は冬の口笛さんからいただきました純度 99.99%24 金消しゴム 以上、シスターの言うとおりのコーナーでしたそろそろ今日もお休みの時間が近づいてまいりましたこのラジオではお便りを募集しています概要欄のメールフォームから送りたいコーナー宛に送ってくださいそれでは今週もお疲れ様でしたまた夢で会いましょうね今日も皆さんあらどうもー この番組は、タヌさんのご協力でお送りいたしました。